はい、というわけで今日のサブチューンはですね、サブチャンで女子たちがですね、はい、恋愛相談コーナーというものを募集してまして、まあ恋愛の相談の募集するよみたいな、はい、ことやってまして、僕たちもやろうかなと思いまして、はい、この動画で募集したいと思います。まあ、あの女性の考え方と男性の考え方また違うと思うんで、まあ女子の方で恋愛相談書いてよって人もこの男子のね、コメント欄にも書いてくださいと。はい、まああのね、ここにそうですよね、既婚されてる男性もいる。まあ、アドバイス、今後あの結婚したい人とかね、もしいたらこうアドバイスありますよね。そうですね、そうですね、うん、あともうすごい、はい、多分純粋な両権の考え方とか、そうですね、はい、こうないなりのこう答えが出ますから、そう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 、はい、まあいろんな人のね考え方ありますので、ぜひぜひ皆さんお気軽にコメントしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。プチプチなんか、はい、相談、プチ相談、プチ相談、ね、1個食べちゃおう。そうだね、うん、はい、恋愛相談ちょっと、うん、いいのがありますよ、いいのがありますよ。自分の友達が彼氏と別れました。その元彼はクズでした。僕は元彼を殴ってやりたいと思います。元彼を殴ればその人は僕を好きになると思いますけど、すごいね、待って待って、どういうこと。あー、なるほどね。だからその、はい、女友達がだから、はい、よっちが、まあ、この質問者、はい、で、両権のことが好きなんや。好きですよ、あこうね、で、うん、で両権が誰かと付き合ってるんよね。あー、実際もこうと、はい、付き合ってると、はい、でも別れたんよ。別れました、別れた、でも、はい、あのこいつがクズやから、うん、あこっちがクズだから、クズやから別れた、はいはいはい、で、ヨッチがもうこのクズのことを思いっきりぶん殴ったら、ほら、うん、じゃあヨッチ、リョウケンがヨッチのことを、うん、あ素敵な人みたいな、あれここ彼氏ですよね。え、いや俺の好きな人、そう、だそう好きな人だ、彼女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 、彼氏、彼氏、あ彼女、彼氏、彼氏、彼女、彼女、ちょ、ちょ、ちょ、でもクズ、相手はクズですから、うん、まあこっちはしっかりしてるってなったら、うんうん、おね、いいんじゃないってのあります。でもよくありますよね、そういうパターンって。なんかその彼氏とうまくいってません、うん、で、その同性の人と相談します、それで、うん、ここがもう付き合っちゃうみたいな、うん、あー、まあある話、ね、ありますよね、うん、ただこれ注意点は、うん、暴力を振るっていうところ、あー、まあそこはね、そうね、ダメですよね、うん、そう、そこを触れてもうたら、うん、まあこの人も暴力を振るんですよ。あー、確かに、かにそう思っちゃうかもしれない。なるほどね、最初はかっこいいと思ってても、うん、そう、まあ、どんなことでもやっぱ暴力はダメですよね。ダメ、殴らずこう、もう話し合いでね、はい、でもいいことですよね。そうですね、やっぱこの解決策としてはね、はい、やっぱね、拳はね、暴力として使うものじゃない、うん、守るものに使うもの、ね、これをね、はい、そうなんですよ、うん、それに使いましょう、はい、彼氏がフォロワーにいるのにインスタグラムでストーリーや投稿で浮気を匂わせるようなことをするなんてことありますか。まだ理由等も教えていただけませんか。おー、なるほど。まあ、カップル同士でそのストーリーとかで浮気をしてるようなものをほのめかすってことやね。だからその他の男性とイエーって楽しく写ってるやつを載せるってことだよね。そういうことだから、付き合ってるけど、そう、実はこっちインスタグラムでなんかやっちゃってるみたいな。で、同じメガネおそろーとか言ってこうやって、で、こっちちょっと嫉妬してるみたいな。そう、あー、なるほどね。で、まあ、そんなようなことするなんてことあります。あー、ど、あ、なんでやってんのかみたいな、なんでそんなことするのかみたいな。いや、一つ言えるのは、その、嫉妬させて、嫉妬させたいみたいな、うん、あ、その、あ、彼女、そう、はいはいはい、女性でなんかよくないですよ、うん、なんか嫉妬させたいがためにこう、わざとやる、わざとやる、他の男の子と喋るみたいな、超癖強いけどな、うん、あ、普通にでもシンプルになんか仲がいいからこう一緒に写真を撮ってるみたいなっていうのありますけど、ね、まあ、それまあまあまあそれも、ね、逆にそれ以外あるのかなみたいな。でもそれも確かに分かんない、まあ、写真のあれにもよりますよね。例えば一緒に水に行ってきましたねーみたいなのは、それはでもやばい、やばいけど、2人きりやろ、うん、そう、例えばなんかシンプルな、なんかね、シンプルな、ただのこうクレープ一緒に食べましたぐらいだったらいいのかもしれないなって。わざわざ投稿する、ツーショットでさそう、だからなぜっていうね、しかもお互いフォローし合ってんねんね、うん、
だってこれはこれを投稿したら彼氏または彼女に見られるってことを、まあ、だからあのあれでしょうお嫁さんフォロワーでしたっけ、うん、そうでその他の女性と家族にウェーイみたいな写真あげたら絶対怒られるでしょ。怒られるって分かってるからね。確かにそれを意図して出すってどういう神経なんやろう。でも奥さんになんか嫉妬してほしいとかあります？でもないよ。だって面倒くさいやん。あでも逆に嫉妬することによって、うん、その奥さんをより好きになるとかあるんじゃないですか。熱量が増えるんじゃないですか。あだからその熱量の増やし方が間違ってるよ。そうだってそのあ第三者を使って熱量を増やしてもいいことないから、うん、まあまあ確かにね。そうそう、どっちにしろおかしな運び方、まあ、結局やっぱりやらない方がいいんすね。やらない方がいい。見合わせですね。だから理由だったらまあそれぐらいしかないのかなって。そうだね、それぐらいしかないね。匂わせ、嫉妬させたいがため、だって嫌われたいからそうするわけでもないし、うん、これはもしくは、もう別れたいとかあるじゃないですか。その今付き合ってるけど、なんかもう言いづらいなっていう、その別れたいんだけどっていうのを言いづらいがためにこういうふうな匂わせて、実はな、みたいな感じもあるかもしれない。それだったら毎回同じ人だったらそれかもしれないね。あ毎回同じ人とこうやってツーショット撮ってる、はい、ストーリー上げてるみたいなだったらちょっと言いづらくて、うん、でも私はこの人好きですよ、うん、察してね、みたいな。あなこれかもしれない。そんな遠回しなこと。いやいや、怖いけどね。いやでもそれしか考えられないよね。確かにね。それだったらね。まあ、という感じで、ね、いろんな僕たちの意見聞けると思うので、はい、ぜひぜひ、質問募集してます。よろしくお願いします。お願いします。